Hi there, I'm Zunikudaito and this is my Skyrim playthrough. I was going to tell you guys about the mod I'm using, but I'm only going to mention ENV, which is the injector for graphics. I actually post a link to all the mods that I actually have active right now. You can see that right there. So the purpose of this is going to just be for manga reference mainly and to have some fun. So let's get into it. It's a completely legit game, just by the way, just throwing it out there. していたんだろう。違うか。俺たちはあそこの小僧と同じで帝国の罠に飛び込んだってわけだ。ストームクローク、お前らが来るまでスカイリムは良い土地だった。それはいい感じにくつろげる場所だった。連中がお前を探してるんじゃなかったら、特にあの馬をかっぱらってハンマーフェルへとおさらばしてたさ。そこのあんた、こんなところに来たのが間違いだった。帝国が狙ってるのはこいつらストームクロークだ。これで固く結ばれた兄弟姉妹だな。なあ、どうぞ。そこ、黙れ。こいつはどうかしたのか。言葉に気をつけろ。お前は上級王ウルフリック・ストームクロークと話をしているのか。ウルフリック、ウィンドヘルムの首長の。あんたは反乱軍の指導者なのか。だけどあんたが捕まったら、なんてこった。俺たちはどこへ連れて行かれるんだ。どこに行くつもりなのかは知らんが、そう分かるけど待ってる。いやだ、こんなの嘘だろ。こんなことあるわけない。お前はどこの村の出だ、馬泥棒。どうしてそんなこと。ノルドは死に際にふるさとを思うものだ。ロリクステッド、故郷はロリクステッド。これはテュリウス将軍、死刑執行人が待機しています。よし、さっさと終わらせよう。将軍様、マーラ様、リベラ様、キナレス様、アカトシ様、とにかく神様を助け。 He can just beat himself. 見ろよ、軍政府長官のテュリウス将軍だ。それにサルモールが一緒のようだ。胸くそ悪いエルフどもめ。かけてもいいが、この件だって奴らが関わってるに違いない。ここがヘルゲンだ。昔ここの女の子に夢中になってね。 My God, I see my feet. ミロッドは未だにジュニパーベリーを混ぜてあの蜂蜜酒を作っているのだろうが。幼い頃は帝国軍の貿易や党がこの上なく頼もしく思えたもんだがな。なんだよ、なんで止まるんだよ。どう、旦那終わりだ。行くぞ。神様を待たせちゃ悪いからな。
待ってくれ、俺たちは反乱軍じゃない。死ぬ前に少しは気骨を見せてみろ。名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ。一人ずつね。帝国は忌々しいリストが大好きでな。いや、ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。光栄です、ウルフリック首長。リバーウッドのレイロフ。ロリックス・テッドのロキール。俺は反乱軍じゃない。やめてくれ。止まれ。まさか写真命までは取らないよな。他に逃げたいものは。そこの前、前へ出ろ。何者なんだ。So much on the wait. I have CBBE installed, so I'm just gonna skip this part here. You guys. Bad time to Skyrim. Ni, come back to Skyrim. Don't go. Captain.どうしますか。この女はリストにありません。リストはもういいわ。彼女を処刑台へ。ご命令通りに、隊長。気の毒に。だがあんたはここで自分の故郷で死ねるんだ。隊長についていくんだ、囚人。ウルフリック・ストームクローク、ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うような者を英雄とは呼べない。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。ってことはない。続けよう。はい、テュリウス将軍。彼らに最後の儀式を。エセリウスへ送られるナンジラの魂に八大神の慈悲あら。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、昼になっちまうぜ。我が父祖たちが微笑みかけてくれるのが見えるぞ、帝国。貴様らに同じことが言えるか。帝国の下道どもめ。裁きだ。ストームクロークにしよう。恐れを知らず生き、恐れを知らず行った。次はそのボロを着たノルドだ。あれだ、聞こえたか。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。抵抗するな。一体あれは何だ。見張り兵、何が見える？雲の中だ。ドラゴンよ。本当なんでしょうか。
伝説は村々を焼き払ったりはしない。急いで移動するぞ。塔に上がる。行くぞ。とにかく。導きを祈る、ハドバル。壁際にいるんだ。中に入るんだ。